インノケンティウス11世は、ローマ教皇。本名は、ベネデット・オデスカルキ。高徳の聖職者として知られ、ローマ教皇庁の後期粛清に乗り出す一方で、ガリカに住む、静寂主義、士官説などに対して、論人を張って争った。イタリア公モに、ベネデット・オデスカルキとして生まれ、長じて、ローマとナポリで法学を学んだ。教皇庁の初期間。 マルコディローマの司教代理、マチェラータの領事などを歴任した後、1647年に、数奇教に挙げられた。さらに、フェラーラの教皇施設、ノバーラの司教とキャリアを重ねた。このような経歴の中で、オデスカルキはその飾らない人柄と、無欲さ、徳の高さによって高い評価と信頼を得ていった。1676年9月21日、 クレメンス10世の没後の教皇選挙で、フランス数期教団の反対を覆して、オデスカルキが教皇に選出され、インノケンティウス11世を名乗った。教皇就任後に意欲的に取り組んだのは、教皇庁の改革と高位聖職者の間にはびこる不正の根絶であった。まず教皇庁の財政を健全化するために、 不要な役職を削減し、聖職者と、新都職員のモラルの向上に努めた。また、エスコバル、フランシスコで座れすらの強説と主観説に類する、意見を断外し、これを教える者には波紋すら辞さないことを示した。また、一個人として、静寂主義の進学者たちとは、決して疎遠ではなかったが、賢者少々の圧力に屈して、 静寂主義の本家である森の巣の68のテーゼを誤竜として断罪している。政治的には、オスマン帝国軍のウィーン包囲に際して、ヨーロッパ諸国の団結を推進し、多くの軍資金を負担したことが、オスマン帝国軍撃退につながった。教皇は同時に、フランス王おるい14世ともガリカニスムの問題を、めぐって、長い戦いを強いられることになった。このため、 長い闘病を経て彼が死去すると、すぐに、劣腹調査が開始されたが、フランスが反対したことで調査が中断された。20世紀に入ると、劣腹調査が、ようやく再開され、1956年10月7日に、教皇ビウス12世によって副社に挙げられた。記念日は8月12日である。ありがとうございます。